俺がメルティーブラッドの予選かなをやってます。メルティーブラッドの予選をやってます。おー湧いてます。ブライアン F が今勝ったのかな。ブライアン F が試合に勝ちました。ここはもうスト5の予選プール、もしかしたら海外勢結構見れるんじゃないかなというふうに、久々に会う海外勢をここで見れるんじゃないかなと思ってます。いやなんかエボに来たって感じしますね。これちょっとこのプールの感じ懐かしい。やっぱね独特の緊張感がねありますわこれ。やっぱりやっとるやっとる撮りますね。結構ここら辺だと知った顔もおりそうな気が。おっヌードビック、あーグーグッ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 はい。え、no、え、ビデオビデオ。ルドビックです。ルドビックでした。春林使いのね、ルドビックさんです。何年ぶりなんじゃろ、会うの。っていうぐらいです。動画。スト5の配信台かな。あ、ちょうどスマックが座ってます。スマックが座ってます。5の対戦台は、あ、久保くんがおる。あ、だつ発見しました。マッチ何時から。これ明日の12時。あ、そうなんだ。うん、大垣さんもいます。あ、だ、おっと久保くんもいます。ん、久保くんもいます。妖精会、妖精じゃないの会で。クリムソンもいます。じゃあちょっと、はい、頑張って。じゃあ、はい、お願いします。もう、でも試合ですね、これから。ちょっとスト5、まあ、スト5の台がね鬼です。モニターがなんかエイリアンウェアのモニターらしくて統一されてます。こんな感じです。ここは UT ギア、 UT ギア予選プールか。あ、向こうでやっとるの。ユルティー勢の方がおるんでしょうけど、ちょっとまあ僕はアランドがですよ、ね、ラティーフがおるらしいです。ラティーフが、今回ビューティーの参加者はなんかエボのトーナメントだと一番多いと聞いてます。で、下これがね、何の試合でしょうか。あ、これグラブルじゃない。グラブル、グラブルやってますね。これなんでグラブルの予選やってますね。俺てかここでね、エイトさんに負けた気がする。ここら辺でやっとった時、スト5。あ、苦い過去の思い出が蘇ってます。
まあこんな感じですね。ぐるっと回った感じ、こんな感じでやってます。ワースト5の予選プールなんですが、なんとですね、8ワンストライダーがいました。おお久しぶりですね。ハロー。ハロー。ハロー。You good?8-1 もね、いました。ここはエモの物販です。ちょっと今からね、ここでエモの物販で服とか買って、スイッチのね、サブスク限定のレジェンド企画でこちら出そうかなと思ったので、何着買っていきたいと思います。いろいろ種類はあります。こんな感じです。なんか毎年柄が違ったりするんでね、おしゃれです。アーケードスティックミュージアム、いろんなね、これまでのアケコンが、わあ懐かしい。これえ、これカンえ、すごいこれオブシディアンのカンバじゃん。あ、スマッシュボックスってやつですか、これは。クロスアップ。こういうアケコンがずらーっと、あ、刃、タコさんのさ、うわ、これ使いよった俺、これ使いよったわ。 PS3 ですとこうやってるだけ。これか、これ使いよったな俺、懐かしい。あー、これね、Xbox のこれマッチキャッツと、これマッチキャッツだけ、これ俺も、あ、これのね、鉄拳バージョン持っとったな、俺。お、サイン入り。あ、ビューリックス。3万個。マットキャッツ。レイザーの。エボアゲコ、カンバ、わあかっこいい。わあすげえ、カップコンカップのアゲコンや。なんだろう。これタズノコさん、これもらってなかったっけ。あ、そうだ。うん。エボコン、これゴールド。キラーインスティンク。光沢がすごい、光沢が輝いとるわ。すごいな。こんな感じです。これからトゲと川野のプールが始まります。降りてます。薄田くんがさっき、カバーをね、暮らして立ちましたね。あ、栗田さんおめでとう。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。樋口とプロブレイクと栗田さんが映ってます。試合明日だっけ。僕は明日です。グッドゲームだった。ありがとうございます。今からカードの試合が始まります。今日の宮野さんが配信してます。さあ、でも初陣です。カードはどうなるか見てみましょう。
カーナの試合が始まりました。初戦です。どうなるか。終わりはこんな感じです。僕に乗ってメアルさんがいます。こちらでは今パンクの試合が行われてます。パンクはルーク使ってますね。こちらにパンクに聞いたところ、あの PS4 の方が俺は好きだって言ってました。パンクはあれやね、だからもう PC あのプレステ4版を思わせんような戦い方ちゃんとしてます。さすがです。パンクはもうね、今年は勝ちたいんだってルークを使うみたいです。確認がうまい。俺はパンク強いぞ。思って？かなり慣れてますね、パンク。
強敵。わあすごいすごいすごい、パンクっぽい動きです。落ち着きがありますね。でもああ V バーしっかり、ああ投げました。安定感とかねやっぱりありますね。バンクはさすがです。川野がこれから配信台で試合です。まもなく始まります。相手はジャスターキット、あ違うジェントルマンシーフか。結構強いチェリー使いです。アメリカ2大ジュリじゃないかな、ジェントルマンシーフとあとはジャスタキットか。あ、お疲れ。
よし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 。ワンタンヌードルスープ、ラクサ、うどん、ビーガンヌードルスープ。こんな感じですね。いただきます。今届きました。僕はフォーを頼みました。津田くんがビーフ、川野が海鮮、エビと、いや、エビ焼きそばで餃子、まあ、チャーハンですね。食べていきたいと思います。